どうも皆さんこんにちは、ひよひよです。今回はですね、非常に面白いリプレイがございましたので、こちらを紹介していきたいと思います。まずはですね、こちらどういうリプレイかと申しますと、バルーンのですね、なんとこれ誰が想像したかと、バルーンの落下ダメージによってタウンホールを破壊するというものでございます。もうこれはですね、もう狙ってできるようなものではないですね。もはやクラクラが生んだ奇跡、そんなことを、そんな風にも言えますね。はい、いきますよ。まあですね、まあこんな感じで、まあバルーン出していってですね、そしていきますよ。今ですね、こちらバルーンがたくさんおります。さあ狙われています。さあここで確認しておきましょう。タウンホールを攻撃する、例えばアーチャーであるとか、アーチャークイーン、そしてアーチャーとか、まあ、ガーゴイルとかは一切ない状況で、いきますよ。ドン。うおお、今本当に何もないですからね。何もアーチャーとか何もないですからね、今。もう一度見てみましょうか。もう一度見てみましょう。はい、いきますよ。狙われていて、さあ、さあ、いきました。さあ、ここで、バルーンが落ちて、おっと、これはね、本当にすごいですね。もうすごいとしか言いようがないですね。まあ、これミラクルですね。もうですね、こんなのですね、通常プレイでまずできるはずはないんですけれども、こんなに、こんなことも一応ね、クラクラでできるということで、もうミラクルですね、紹介させていただきました。ご視聴ありがとうございました。